30名に声をかけて、ラストにまずなってないっていうのが一番大きな致命点。ビフォーとアフターの差なんですね。どうも、しゅんです。こんにちは。しゅんダイアリーメンバーの池田智也です。しゅんダイアリーメンバーの南です。部外者です。よろしくお願いします。ということでですね、今回は今就職活動を始めたてで自己 PR どうしようか悩んでる人に向けた動画になっております。ということで今回も南さんに優しく寄り添って添削していただこうと思ってます。天使の優しさ、南です。みんなを包み込む優しさ。そんな優しい南さんの添削を受けてくださる学生さんはこちらの方です。九州大学大学院生物資源環境科学室修士1年の後藤太郎です。普段は食品の食感について研究しています。今日はお手柔らかにどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ということで今回自己 PR の動画ということで、早速太郎ちゃんには1分間の自己 PR をしていただこうと思っております。で、南さんに丸×の札を上げていただければなと思ってます。わかりました。よろしくお願いします。では始めさせていただきます。私の強みは困難な状況でも周りを巻き込みながら行動し課題を解決できることです。その強みは緊急事態宣言下でオンライン勉強会を実施した時に発揮されました。緊急事態宣言によって研究室が封鎖され、自分の専門分野に対する理解を深められず悶々とする学生が私を含めてとても多かったです。そこで何もできないからと諦めるのではなく、むしろ周りの人のために何かをしたいと私は思いました。そこで私と類似の分野を専攻する学生30名に声をかけてオンライン勉強会を実施しました。その結果、全員が自分の専門分野に対する理解を深められ、誘ってくれてありがとうと声をかけてくれました。この強みを発揮して、社会では困難な状況でも自分にできることはないか、他者のためにできることはないかと考えながら行動し、課題を解決したいと考えています。以上です。ありがとうございます。ということで、南さん、札の方をお願いします。×です。罰だった理由とか自分で考えてどうですか。まだ抽象的というか状況が分かりづらいとかですかね。その通りです、はい、まず抽象と具体ってよく話があると思うんですけど、面接官はもう1日30人とか見てるんで、抽象的な話は右から入って左から出るっていう風に覚えてください。逆に具体的なことは残ります。なんでとにかく徹底的に具体的にするってぐらい意識した方がちょうどいいですね。結論ファーストにまずなってないっていうのが一番大きな致命点。一つ目の文章はまだいいんですけど、二つ目の文章は強みの部分を聞いてるのにオンライン勉強会で何っていう疑問が浮かび上がってきちゃうんですね。っていうのでその先があんまり興味が湧かなかったっていうのが一番思ったことですね。それは具体的じゃないし、こっちにとって興味がある内容をこう提示してくれてないからとか、分かりやすい言葉で伝えようということがないから、この先また質問したいとは思わなかったっていうので×です。今の南さんのフィードバックを聞いて太郎ちゃんどう思いますか。オンライン勉強会ってパッと聞いて具体的に人数規模とかも何についての勉強会かも書けていなかったのは確かに。そもそもなんですけど、勉強とかってあくまでも手段なので、勉強したことを使って何を成し遂げたかっていうところが一番大事なところなんですよね。その何を成し遂げたかって部分が自分の強みとか自分の武器なわけじゃん。その自分の武器とか自分の価値の強さとか大きさが分かるわけですよね。成し遂げたものによって勉強というツールを使って、その勉強の先に何があるのかっていうのはないので、ものすごく視点が狭すぎる。その手段を使ってのどうしたいのっていう。ちなみに大学の研究分野とかって将来やりたいことがあってこの研究室に入るとかっていう人ほとんど稀で、実際ここでまあいいかなって思って入る人が多いと思うんですけど、そうですね、そういう人も長期的に見て今これをやってるっていうのを語れた方がいいし、実際そうあるべきだっていうことですよね。そうです、そうです。大学の研究ってもちろん複雑だし成果が出ないこともあると思うから、大学の研究の話だけをするとリスクがあるんです。だからそれ以外にもアルバイトとかサークルとかの話も添えてあげた方が信憑性が増すっていう。その3つのエピソードでも自分の強みとか軸っていうのは変わりませんよっていう話をしてあげた方がいいかなと。伝えたいことは1つだけど具体例は複数あげても大丈夫っていうことですか。基本で1個に絞った方がいいんだけど、その1個が嘘くさいなって思われた時に備えてもう2個3個エピソード用意しておくって感じですかね。聞かれたら答えるっていう感じっていうので、今これエピソード聞いていくと勉強で終わりみたいな思っちゃった。勉強の先に何があるのっていう。
自己 PR を話す上で南さんが最も大切にしていることを教えてください。はい、あります。やっぱ自己 PR とか強みっていう部分の価値って分かりづらいんですよ。で、分かりづらいんですけど、それを測る手段がもう一つしかなくて、ビフォアとアフターの差なんですね。ビフォアがこんなにダメだったけど、自分の強みとか武器とかっていう価値を発揮したから、アフターでこんな成果が生まれましたって、この差なんですよ。どれだけ困難な状況に陥ってたのかっていうのは僕はめちゃめちゃ見てますね。それでその状況からどう改善しようとして、一発ではうまくいかないから、いろんなことを試して、でもダメで苦しみながらも、それでだんだんと成果を出して最終的に高い成果を上げることができましたっていう、この差ですね、が強みとか武器の価値の大きさです。なるほど。確かにそこにある種ストーリー性と会社に入ってからの再現性があったら、そうですね、その会社入った後に波の後に突き抜けてくれるんだろうなみたいな、だから採用っていう感じの流れになります。例えば同じエピソードを使うとしたら、勉強会っていう手段を通してどういう状態になってるっていうのが一例として、こういう風な伝え方だったらちゃんと意図に沿ってるよねみたいな例をちょっといただきたいなと思う。僕はまずそもそも勉強という手段を押すのはあんまり得策じゃないと思ってて、勉強というツールを使った先のことを話すべきだと僕はまず大前提としてあります。ただ今このフォーマットでいくと仮定したらね、相手の心の満足度を最大化するっていうのが一番の大きな目的ですと。相手っていうのは教授の先生側もしっかり、自分たちの同級生とか学生側もしっかり、どちらもハッピーになったっていう状況が必要なわけですっていうので、その先生側の声とか実際参加者の声っていうのを書くといいと。参加したことによってこういうことを感じて本当に嬉しいとかいう声を書くのが俺はいいと思うっていうので、その先生側への視点もあるし、参加者側の視点もあるし、運営スタッフ側の視点もあるしっていう、いろんな視点を持ってる人だとちゃんと全体を俯瞰して見れる頭のいい人なんだなっていうのが分かる。そういう広い視点があるかどうかは見るかもなっていう感じですね。難しいのは、研究って時間かければ 100% 成果が出るものじゃないじゃないですか。だからこれテーマがかなり危険なんですよ。勉強の先に 100% 成果があるかどうか分かんないからハイリスクです。もしできれば、まあ、エピソード他にあるんなら変えた方がいいかなっていう感じですかね、正直。エピソードとしては壁にぶつかってでもその壁を乗り越えて努力を続けてっていうことをした経験っていうのが一番の財産だから、その経験がどのエピソードなのかなっていうのを話すべきだと思う。それは嘘が一切ないし、自分の考え努力もいっぱいそこにあるから、自分が何に壁にぶつかってそれを壁を乗り越えようとしたかっていうところを振り返ってるといいと思う。この勉強会に関してもただ開いたっていうことじゃなくて、より満足度を上げるためにどうこうしたっていう方向ですれば、もっといいエピソードに。そう自分の人生振り返ってみて、辛かったこととか挫折困難とか、逃げたかったけどでも逃げなかったっていうのって何だったろうっていうふうに振り返ると思う。わかりました。確かに今思い出しただけでもあったので、そちらの方でもう一度書いてみようと思いました。なるほど。だからこれを見てる学生の皆さんも、学知課に、ね、何を選んでいいかわからないって人も、人生振り返ってみて壁困難にぶつかった瞬間っていうのを思い浮かべるといいかなというふうに思います。ということで最後に太郎ちゃんから感想をお願いします。自己 PR が全体的に切り取りできる部分をなんか間違えていたのかなっていうのが結構あるので、南さんの今日のアドバイスを元に書き直して、秋冬インターンに向けていい自己 PR 書きたいと考えています。ありがとうございます。応援してます。池田くんも感想をお願いします。自己 PR って本当に場数が大事だと思うので、南さんのアドバイスを受けた後にもう寝る前に鏡の前で練習するとか毎日すればそれほど多分面接でもうまくいくと思うので、場数を重ねて頑張ってほしいです。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。じゃあこのチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。